ピエ機能ね。これ何やってるの？これだからね、女性、女の人を表してるんだって。なるほどね。泣きないようなよ、風邪ひいてしたいからね、こんな感じでね、今日はね、休暇からお休みなんだけども、こっち右側、なるほど、ここが芸者のオフィスね、はい、で今日はクローズだけどね、日曜日だから、あ、日曜日、そう、日曜日お休みです、大体みんなが、そう、だからこれ芸者のね、オフィスね、ああ、なるほど、上ではね、お囃子もやったりとかね、そういうのもやります。左側もね、採石料理とかね、そこ綺麗ね、まあ古いなぁ、ダメ感じ、雰囲気があるでしょ、だからね、うん、そう、夜なんかはね、結構ね、三味線の音色が聞こえてきたりとかね、ああ、なるほど、綺麗、うん、てん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 なんてね、うん、カラオケの音色も聞こえてますけども、お店でカラオケ、そう、カラオケも多いんだよね、柳通りね、はあ、日本人カラオケ大好きね、カラオケ、ね、日本人カラオケ本当好きだからね、うん、じゃあこの辺かな、ちょっと待ってね、やる気じゃないと思う、うん、どっかの中入るからね、はい、お、信号あるともうやる気じゃが動けなくなる、そう、そうね、車が多いんだよね、なんか2台変わったね、なんか車が多いんだよね、ここでフィニッシュにします、はい、いいですか、あ、よろしくお願いします、いいですか、あと佐久間神社のここ沖縄祭りありますし、いろいろお話を話できれば、まあそれも入れて、うん、浅草神社のお祭り、おみこしが出てます、うん、で、ポータブルシュライ見て、これ あ、すごいね、すごいお正月だからね、見て綺麗だね、綺麗でしょ、ね、で、3つあります、肩入れたことがある、うん、肩入れた時あるよ、うん、そう、これが一宮って言って恥の中友という浅草の村長の神様なんですね、でこっちが漁師のお兄さんの方、漁師の弟ってね、日の駒の浜成竹成、ほんで3人で浅草寺を作ったって言われてるんですね、
はい、3人の神様でございます。3人の地神様、ここで祀られてる。そう、これここに祀られてる。ここに祀られてます。だここに祀られてて、これが神様の乗り物だからね、御霊をここに移して、あのお祭りの時は浅草を練り歩くということでございます。見たことある。そう、見た時ある。ほんでね、この間のね11月の9日、あの天皇陛下がパレード10日の日にあったの知ってる？テレビで見ました。テレビ見ました。あの時ね、この一宮だけね、皇居の方まで行ったの、トラック取って。見た。なんとかニュース、なんとかニュースで言った。そう、いろんなとこ、東京中のね神様が皇居に集まった頃を見た。すごいね。すごいのよ、ある意味ね、まあ、天皇陛下も神様みたいなもんですからね。